アップリンク確率。 敵のサットコムを発見。 U軍サットコム起動。 スタンバイ。
友軍オラクル起動。どうもです。あ、どうも。こんにちは。あのボイスの方だけってこと？ボイスのパーティーだけってこと？入るのって。とうとう外国人向けのタイトルにしましたな。わら。あ、いいよ、別にどっちでも。今、招待送っちゃったから間違えて。もし入りたいなら、うん、入ってもいいし。普通にノラでじゃあやってるからさ。チーです。そうです、わらわら、はい、わらわら、了解です。チームデスマッチ行くぞ。ゴースト分隊リードを奪った。ん、これは増島くんの助走。助走、自分の助走ではないですけど、まあ似てるとは言われますね。うん、助走したらこんなんかなっていうイメージですね。あと小次郎さん、あのモガちゃんわかります？最近脱退した。普通に抜けますやん、わら。笑っちゃうでしょ。モガちゃんわかりますかね、小次郎さん。モガミモガ。脱退したモガちゃん。そうそう。あの人にも、あの人が好きで、トップ側をモガちゃんにしたら、え、これ、マスマ君の女装とか言って、いや違いますけど、似てるじゃん、とかって。え？みたいな。ちゃうちゃう、みたい。ちゃうよ、って。女装趣味ないんで大丈夫っす。俺、どこ行った？って聞いた。うん、惜しい。え、
サントコブ、アップリンク確立。あ、ユージ君結構いろんなこと俺言っちゃったでしょ。あそこにユージ君います？いますよ。結構俺言っちゃったでしょ、いろいろ動画内で。そうですか。ごめんね。うん、キャラっていう風に考えてくれればいいかな。あれが俺のああいう暴言吐くキャラだから。あれ、風太郎さん、なんかこの前ジーデスで一回会いましたよね、うん、そうだっけ。なんか、あ、黒猫さんだって言われたような気がしたんですけど。黒猫さん、名前は見たことありますよ。黒猫さんは知ってますよ。その時とだいぶ声のイメージが違うというか。どういうイメージでした？なんか声高くなかったですか？今低いですか？今なんか低い。あ、マイク近づけると低いんですよ、なんか知んないけど。あ、そうなんですか。うん、近づけないとなんか高いって言われるけど。うん、で普段は話してますよ、動画では。今ほら、話してるんで近いですけど。あ、いるかな。あ、今喋ってるのが黒猫さんか。方言のみならずオンラインエッチの誘いもしてくるという噂の増島くん、わら。なに。オンラインエッチ何それ。え、なんで敵じゃないあれ。違うか。何オンラインエッチって。初めて聞いたんだけど。オンラインエッチだって。何だろう。友軍のサットコムが起動。暴言のみならずとか。やだやだ、怖い怖い。上いますよ。あ、やられちゃった。もう試合決めちゃおうよ。もうちょいだよ。この TMC ロビンだけ強かった。怖い。聞いてね、わら、それていいな、生でいいよね、ね、とか言ってるみたいじゃないか、わら。は？いやいやいや、ご上手、さすがにないわ。それ、ごめんごめんごめん、それ違う。やば。誰から聞いたんですか、そんなこと。俺言ったことないっすよ、本当に。これ冗談抜きで。うん、後でパーティー行きましょう。了解です。初見です。どうもです。黒猫さんじゃんっていうか。そうです。どうもす。
あ、よかったらね、そうです、チャンネル登録しちゃってください。あ、はい、ポチッと入れていいとかさ、ちょっと見て、クレネコさん、コメントのとこ、チャットか。これ、俺、こんなこと言ったことないよ。そうなんすか、週刊文春の記事やったのに、あら。週刊文春の記事そんなことないって。いや、ほんと言ったこと、さすがにここまではないっすよ。いや、ほんとに。なんか、あ、さっき俺らがいたところか。いや、まあなんかその女の子と、クロネコさんおひさす、おひさすって言ってるよ、お嬢さんおひさです、うん、なんか一昨日ぐらいもおひさって言ったような気がする。確かに女の子と組むときは多少ね、あれはありますよ、なんかね、好みはみたいな、そういうのはね、実況者ってかね、まあ周りを楽しませるために聞いてますけど、うん、その入れていいとかはちょっと言ったことないですよ、さすがに。ねえ、行動開始だ。ねえ、クレネコさん、おはようございます。言ったことないですね、うん、さすがにそこまでは。あ、おはようございます。噂をすれば噂この前組んだ女性実況者、あ、実況者に女性の方が、どうもです、俺のグリップ硬いよ、入ったでしょうが、わら。俺のグリップ高いよ。今コメント見た。硬いよです。言ったことないっすよ、さすがに。黒猫さん。今。今です。今ボイチャラにいます。後でみんなで組むんで、多分。リードを失った。七影さんって知ってる？いますよ、あの動画上げてる人、はい、今その人に俺が今コメント見てたんだ、スマホの、はいはい、そしたらね、あのセムテックつけられたんだけど。うん、最悪。今奈良垣さんも動画撮ってますか。エリナさん、本日ナメプーされたわ、完全にセムテック背中につけられたんだ。なんだよな、俺がコメント見てる時に限ってそういうことするんだ、勘弁してくれよ。上一人いなかったよ。ねえか。何あの子、セムテックスにハマってんの？七影さん、縦セムテックスにハマってるみたいですね。この前はナイファーにハマってたっぽいですね。え、なんか不思議な装備持ってくるよね。謎っていうか、オフパコの話はどうなったのかね、わら、これも聞いたでや、わら。オフパコの話、そんなのしてないっすよ、さすがに。ねえクレコさん、今初めて聞きましたね。ねえ、初めて聞きましたよね。俺オフパコの話してないっすよ。そこまでだから本当にあれじゃないっすよ、あの遊び人じゃないですよ、マジ真面目に、意外と真面目なんですから、こう見えても。嘘、それは冗談だけど、そんな、ね、そこまではしないっすよ。ってなんだ。うん、敵のサットコムを発見。動画実況者がまさかの、まさかのね、そうやな、まずいですよね。うん、まずいですよ、まずいですよって言うなるからさ。あの子どこ行った？フライデーの記事やったのに、わら。フライデーの記事。いやいやいや、そんな、だってそんなとこで、え、バレてんの、バレてんのっていうか、やってないけど、そんなに大手で取り上げられてんの。嫌なんだけど、それすごい恥ずかしいんだわ。後ろにいんの、
どこ行った？ナイス、いいよ。あ、やられちゃった。オパチャさんうまい。オパチャってあんま聞いたことないけどな。二人いるな。二人いる。縦のセムテックスとか持ってくこられるとさ、狭いとこだとさ対処しづらいんだよね。広いとこだとできるけど、あ、壁につついても結構危ない。室内とか厳しいよね。いたな。なんか一人入ってきたよ、誰か知らない人。ペペロンチーノ。ペペローション？ペペロンチーノ。あ、ペペロンチーノか、ペペローションつっちゃったじゃん。ちょっと待って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 。俺が知ってるみたいになって、やだ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 。違う、知らない知らない知らない。俺そんなことは知らない。あ、なるほど。あ、なるほど。公開なんです、ね。うん。あ、なるほど。アナルみたいな感じだよね。え？ああなる、ああなる、ああなる、あはんって、あはん。やだこの動画、最悪なんだけど。きっかけ作ってる。誰本当に。だってペペローションって書いてあったでしょ絶対。な、誰ってかさ、喋んないし。あ、普段も喋んないですか？いやー、ほんとっすか？クソバロタ。やば。七鍵さん動画上げてるかな？調べてみよう。あ、でも出てこないか。七鍵。出てこないですね。あ、動画撮ってないね。撮ってないや。よかった、俺が今はやってないみたいですね。俺がセムテックスつけられたとこ見られそうになったわ。ねえ、ねえリナさん、やってない見てないよね。もうなんか俺喋ることになんかそういう下が出ちゃうからもう喋りたくないんだけど。それは待って、あれじゃないですか、言葉のあやというか。あや。無言実況者で行こうかな。白目向きながら。チームデスマッチ。あっ、これ見たらやばい人。あ、中木さんまた敵だ。行くぞ、ゴースト分隊。フライデーがどうのこうのとかもう勘弁してほしいんだけど。恥ずかしいわ。うん。なんかもういそうだな、ここに。おっと、ん？猫が暴れている。やばい。自分ちの？はい、そうです。わお。猫ならの女じゃなくて。猫ですよね。ね、本当に猫？本物？あ、猫です。はい。鳴き声聞きます。鳴き声聞きますって。そういう意味じゃないですよ。刺すんでしょ、どうせそうやって。急いって痛い気な少女を刺すんでしょ。知ってるよ、そういうの。やばいですね。やばいですね。
やばいですねー。あー、気持ちいい。いろんな視聴者がいるのに。みんな見てるのに。やばいですよ、これは。ちょっとまずいですよ。クルノコさん、動画あげないですか？これは動画あげないっすかね。あげましょうよ。楽しいですよ。うん、いやまあ動画上げてる人とよくやってるので。ああ、そうなんだ。それでいいかな、みたいな。痛いけな少女のあそこに刺してみたみたいな。ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。一回の動画で100人ぐらいチャンネル登録者増えるんじゃない？どういう、なんかあんまり規制の仕方がないじゃないですか。プタロさん、いつパーティー組みます？あ、いつでもいいですよ。でも、なんか今、ロビーの方が、かなり、キツだね。そうですね、はい。キツキツマンコになってるから大丈夫ですか？今、もろに言いましたけど。もう今、もろに言っちゃったパティーな。ちょっとピーピーとか言うじゃないですか。ピーって。俺が自分でピーって言うんでしょ？恥ずかしい。怖い怖い。死体しか転がってねえよ。本当に。みんな仕事早すぎな、もっとゆっくりやろうよ。まだいたかん。オラクル出します。友軍オラクル起動。似合うんだよ、似合うんだよとか言っちまったよ。もう多すぎ、多すぎって感じ。友人に黒猫さんはそういう人だったんだ、うん、なんか言われて。そういう人だったんだって。多分さっきのあっちのネタの方じゃないですか。ああ、うん、あ、別にそういうわけじゃないんですけどね。はい、ねえ、なんか太郎さんがなんか言うから、その流れに俺に言わされたって。後ろにもいんな。弾ってか銃が落ちてねえんだけど、一個も。もうびっくりした。あ、さっきユージ君、いるかな、この辺に。アニマゲット。バリスティックベスト展開準備完了。じゃあ今抜けますね、一回。了解でーす。うん、抜けて、じゃあ一人一人呼ぼうか。黒猫さんフレンドだっけ？いや、フレンド。じゃあ、じゃないですね、勝手に、あの、うん、パーティーから行けるんで。うん、勝手に入ってきてください。入ってどうぞ。どうも。どうもでーす。MR 好きなの？あ、はい、マークスマン全般が好きですね。な、ほんとですか。ユージ君喋んないの今
いや、喋れるんじゃないですかね。ちょっとわかんないです、ね。俺のこと嫌いだからしょうがないよね。じゃあ、チーデス行きましょう。俺のこと嫌いらしいよ。恨みを買う男でナンバーワンだからね。実況者内で。うん。マジっすか。うん。もうありとあらゆる人に暴言吐きまくってるから。あ、やばい。ペペローションが抜けた。うん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 。ジンさんにも暴言吐いたね。ジンって知ってる？あー、たまに見ますね。ジンブレックスだっけ？名前忘れたけど。やっぱジンが大文字ですよね。うん。あとバレット。バレットロック。あー、バンプロックさんとかと一緒に。うん、あの辺も、うん、俺暴言吐いたし。あと誰だっけ？リオか。リオはどうでもいいや。どうでもいい枠。エンドさんの船で。そうそうそう。あと、ウギだっけ、遊戯ボーイだっけ。あー、見ましたね、うん、確かに。あのチンカス。うん、まあ、あれはどうでもいいか。うんうんうん、あ、うん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 。ぶっちゃけ冒険入っても、その人が見てるかどうかですね、動画を。あー、でも見てますよ、多分。見てるですか。あの低評価の数がすごいんで、まあ推しに来られてんのかなと思って。なるほど。うん。でバレットとかに関してはね、結構あれがいるんですよ、信者みたいな。ああ、うん、そういうのがいるんで結構めんどくさいですね。あと誰だろう、あともう一人ぐらいいたな。とにかくなんか別に強い、弱い人にはね暴言吐かないですよ。なるほど。うん、別に言ってもあれなんで、あれだし。まあ、弱い人弱い人なりに頑張ってるね。こいつ弱えじゃんとか言っても、あれだけど。なんか強い風に見せて弱い奴にはガツガツ いきますね。ほんとに。ちょっと、味方がどんどんやられてる。ねえ、やられちゃった今、ごめんごめん。やらかし忍者した。オッケー。そこおるやん。そこの鉢植えみたいなとこに。鉢植えっていうか。喋んないの？救急車の影にしてる。ユージくん。どうなんでしょう。ねえ。怖いんかな。うひょーとか言ってるけど。ほんと？違いますね。うひょーって。気違いキャラなのかな。普通にそういうことを言っていこうとこね。ひちがいキャラなのかな。あれ？ユージくんだってすごい時間に起きてたもんね。え？うん。もうアヘーって感じ。いや、俺はたまたまあれ。ん？何？今二人喋ってんの？あ、今、ゆ喋ってますよ。なんか声の見分けがつかないんですけど。マジっすか。うんうん。なんか、やべえ、声が二重になったと思って。やばいなと思ったけど。そういうことか。声が似てるんだ、二人は。マジっすか。とか言って。自分で聞くとちょっと全然わかんない。困惑してる。ちょっと嫌がってる。あ、後ろ後ろ後ろ、なんか後ろ撃たれてない？なんかいるよね、その辺。いや、もう距離や。あ、車の陰に。いますね。うわぁ。展開準備完了。なんか固まってるなぁ。なんか怪しい戦い方が。いかにも連携取ってるような戦い方だけど。破られた。怖。連携取ってんのかな、なんか。パーティーですかね。ぽいね、なんか動きがね。くっついて動いてる。って言えばいいんだ。やばい、屋上にいっぱいいる。あ、あれか、強いね。やばい。なんで打ち負けるの？どっち分けになってんのこれ。
サポートスクワット派遣可能。わあ、脇がわかんない。こちらが優勢だ。今上に行かない。オラクル準備完了。オラクル出します。優軍オラクル起動。死んじゃった。うわ、いっぱいいる。鉢植えの向こうって言えばいいのかな。わかんない。うん、いっぱいおる。もうジンさんとかガチで強い人。やばやば。んジンさんとかガチで強い人としか組まんない。ああいうとこ嫌いなんだよね俺。強いやつと組んで戦っても何にも面白くないね。やっぱ長い人と組むのが一番だよ。楽しいですね。うん、本当だよ。強パばっかさん。だってばっかばっかし、そんなんして勝ちたいのかって思っちゃう。かけてるね、人生をね、ゴーストに。頑張って。常に2人ぐらい持ってますね。持ってるね。もうカットしたかな。うん、死んでる死んでる。やばい。固まってる。動き怪しいなこいつら。いかにもパーティーっぽい動きするの。味方の焦点。おらららららやれちって。オラクル出します。オラクル到着。おはよう。うわぁ、負けるんかい。いいぞ、よくやった。フライナイやった。あれ、見つけろ。低評価1だね。誰だろう。誰だ、低評価をしたのは誰。うん、優しく接するから言ってごらんっつったのに誰も言ってくんないんだ。怖いんかな。ねえ、そうですよね。あ、このブラックローズっていう人あれじゃないですか。 YouTube チャンネルって書いてあるよ。XX ブラックローズ、うん、ブラックアンダーバーローズ90で調べればこの人が出てくるはず。誰だろうね。プロフィールに書いてありますね。調べてみよう。アメリカ、スペイン。何喋ってるか多分わかんないけどね。ねえ、めんどくせえな打つの。めんどくさがる。どこじゃないかんだ今。どうした反応、どうして反応してんの。なんでいっか。いて。ちょっと。これだ、多分。あ、この人だ多分。あれ、ガチわ。あ、声入ってないやつ。つまんないの。チームデスマッチ。行動開始だ。声が入ってない。あー、でも、リード奪った。うん、なんか音楽みたいに流れてる。あー、なんか敵固まってますね、本当に。ねえ。やばい。戦い方がいちいち怪しいんだよな。回線持ってかれてるからちょっと辛いかな。
お芋さんが一人いますね。ちょっとショットガン当たらないとどういうこと。回線持ってってんだったら勝とうよ、敵さん。回線持ってってて俺たち勝っちゃったらちょっとってなっちゃう。大丈夫っつって。あ、やれちゃった。マップ見てないのかな多分。横で撃ってても全然気にしないで。あ、そうだね。あんま気にしない子たちなんだね。気にしないフレンズなんじゃない。フレンズなんですね。マークしろよっつって。気にしたいのが得意で古いからね。そう。アバーまた猫暴れてる。足音は全く聞いてないだろうなこれ。まるでだもん。俺たちの初期脇？初期じゃないか。あ、やれちゃった。ID 処理班が見せたね。いけ、サポートスカート。おいおい、サポートスカートどこでフラフラしてんのよ。仕事して。GTB って人強えな。いや、サットコメよりまず先に敵を倒した。気になったんじゃないですかね、目の前に。やっぱ BO3 上げると一気にちょっとずつ増えるね。BO3 ですか。そろそろ新しいの出るね。わらわら2ですね。わらわらだよ、わらわら。わらわら。もう題名からふざけてんもん。ゲームをふざけてるに違いないと俺は思ったね。内容もふざけてる。きっと。まあでも、やっぱりまた地上に戻るということで。そうですよね、そこが一番いいですよね。ナイファーかな。ナイファーやります。怖い怖い。あ、怖い怖い。どうしよう、遠距離装備が。回線持ってたらないか。もう一人フレンド誘っていていいですか。どうぞ。もしかしてペペローションですか。いや違うんですか。大丈夫チームデスマッチ。なんかすごいなんか一人で笑ってたけど大丈夫。ん、誰で言うか。誰で言うんだろう。当てようぜねえ。うわ、ちゃんと当てようぜっつった。後ろから来てんの。
嘘だ。正面でスナイパーガン見してた人が一発発したんですよ、俺のこと。ほんと。それはまずいっすよ。敵のサット君を発見。俺ならその子を倒した後に屈伸したくよね。ああ、鼻くそさんや。なんか汚い人多くない？名前が汚い人が多い。名前が汚い訴訟って感じ。しかもプロさんですからね、鼻くそプロです。あ、プロさん。マジで別アカ。あ、どうでしょう、ちょっとそこは分かんない。もう教えてよ。多分プロさん俺のこと好きじゃないと思うんだよ。大丈夫、ちょっと発作始まってるけど。なんか精神安定剤みたいなの必要だよね。そうですね。うん、ちょっとやばいな。あ、今ジャズのプロさんじゃないでしょう。今大丈夫。はーって言ってるけど、今薬でも吸ったの。なんか一瞬落ち着いたみたいな。決めてるかもしれない。あ、決めてる薬か。決めちゃったんだ。ジャズのプロさんじゃないんだ。了解。あ、そのプロさんじゃないんだ。ならいいよ、全然。あー、面白い。あくまで鼻くそプロですよ。鼻くそを取るプロなの？あと、鼻くそのことは何でも分かるみたいですよ。あー、鼻くそのことは何でも分かると。一緒にいる人が今鼻くそほじってるとか、そういうのも分かるみたいです。あー、なるほど。声から判断するんだ、そういうの。うん、どちらにしろ汚いからちょっと無理だね。何を置いても汚いっていう訴訟。いやー、面白い。一番笑ってんのユージ君だけどね。うん、まあ負けそうだけ。敵のサンドコンを発見。今なんかすごい音したけど。おっと、どこにいる？家の近くですね。うん、2人いた。わあ、閉められた。大丈夫大丈夫。2人判定が。何歳だっけ、ゆうじくんは。13で薬決めてんの？ごめん、将来が心配だ、すごい。お兄さん、ちょっと将来が心配だわ。覚醒剤かな ?MDMA。合法ならいいんじゃない？ハーブとかな。サポートスクワッド、派遣可能。友軍のサットコムが起動。なんか、すごい発作みたいに聞こえるんだけど。大丈夫？なんかほんと心配なんだけど。あ、大丈夫？ええって。いい薬決めてるじゃん。気分がハイになっちまうぜ。お兄さんにも後で教えて、どの薬使ってんのか。俺もハイにさせてくれよ。最近上の方も下の方も元気ないからさ。もうやばいっすよ。プロさん、いやだ。プロさんも元気ないでしょ、もう年齢的に。そろそろスッポンパワーとか飲まなきゃいけない ね。あの人いつも血で済みます。うん、いつも血です。いつも血で済みますよ。いるよね、いつも見るし。なんか仕事を何やってるんだろうなって。ちょっと仕事が血ですなんだよ。あ、なるほど、そういう感じの、うん、あれをやることによって、まあ時給10円なり20円なりもらってもいい。少な。ほんと、スズメの涙程度しかもらってないから。なんか今、チャラいキャラいたぞ。なんかさ、財布にチェーンとかつけてる人いるじゃん。それっぽいのいた今。立派じゃなくて、ヘリパじゃなくてな、あ、ヘリパか？あ、違うな。ヘリスナだよ。はい、倒しました。くるくる回ってるよ。
ヘリコプターが。あ、ほんと？はい。あれって正直あれだよね。的だよね。的ですね。ヘリスナって。ほんと上手い人がやんないとすぐ死にます。ねえ、かわいいよね。なんか、見てて。敵のサントコムを発見。愛おしいよ。これの子さん左いるよ。ここでーす。あ、いた。顔出せよ、ほら。顔出せよ。あ、やっぱいっぱいいる。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。やばい。はい、武器チェンが遅い。もっと早く武器チェンしないと。花クソさん、喋らんかね。喋らんみたいですね。花クソさん、さん、さんが喋れる。あ、喋った。シャットコム、アップリンク確認。あ、花クソさんどうも。オラクルオフライン。私は花草や。なんか花草についてすごいなんか調べてるらしいけど、どうですか？なあ、ほんと。今誰か行った人いたでしょ。なんかそう、行く行くっつって。ここ、っていうかさ、君たちのメンバー薬決めてるやつ多くね。大丈夫ですか、ほんとに。ちょっとやばいかもしれない。やばいですね、ちょっとね。クレネコさん。ちょっとなんか繋がってるみたいですね。あ、クレネコさんはどうですか？決めてるんですか？あ、いや、たまにですかね。ちょっと週1ぐらいですね。あ、週1ぐらいで決めてる。うん、決めてるね、いいね。もう大丈夫かな、今。発狂したけど。だいぶいってますね。だいぶいってますね、ちょっと今。やばい。薬の余韻が。怖い。なんかプロさんとか言うからてっきりあっちのプロさんかと思ったもん俺。プロ X の。あ、ほんとに。へぇ。そうっすねーとか言って。軽いね、なんか。入れんのかな。あー。でも多分あれだよ、プロさんに言われるよ。名前が汚いっつって。入れないから。入れないとか言って名前が汚いっつって。まあでもそういう基準ではないと思うけど。キルレが安定してる。ジャズって本当にあれだよね、なんか誰でも入れるよね。そうなんすか。もう入れますよ、誰でも。マジですか。あんま入る気すらさらないですけど。マジですか。はい、俺もう一回ちょっとジャズクラン入ろうかなと思って。かわいいですね。うん、受け入れてくれるかどうかですけどね。あれもう本垢の方でも絶対受け入れてくれないんで、サバカで。あ、もう名前あれなんですか、向こうに知れ渡ってるんですか。そうっすね。あ、本当っすか。あいつは入れちゃダメみたいな。うん、そうっすね。あ、どんだけ嫌われたかも。もうそりゃ鼻くそほじってるからね。うん。脱退させられた理由、鼻くそほじってたから。そう、常に鼻くそほじってるから、サーチの時うるさい、ダメとか言って。ボリボリうるさいとか言って。マイクに音拾われるほど。そう、ほじりすぎっつって鼻血出ないのっつって。誰笑ってんの、そっから。あ、決めてる人？花草さん。あ、花草さんが笑ってんだ。決めてる人が言ってんのかと思った。笑ってんのかと思った。やっぱり、やっぱ薬っていいもんなのかな。どう？どうなんですかね、人に。ね、あ、いた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 。右側に固まってますよ。それそれ。どうしようも。何やこいつ。来たな。来たなとか。花草さんに言われたくないとか言うかもね、もしかして。今言ったの俺ですか。花草さんじゃないですか。あ、今言ったのゆうじくんか。え？なるほど。え？大丈夫？
声裏返ったけど。いちいち怖いんだけど俺、彼のことが。敵のサットコムを発見。ユージ君俺のこと嫌いなんですかって言ってくれたよね。嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ。ああいうキャラだと思って。敵救援物資接近。いやみんなにあんな態度だからさ。おやった。もうさすがに女性にはああいう態度取らないけど。やった。いやローションとかはもう言わないですよね。さすがにペペローションとか言わないかな。あ、ペペローションなかなかいいっすよ、粘度が。やば。あ、でもペペローションは本当に現役で使わないですからね、普通は。水で溶かして使うと。あれそのまま使ってもいいけど、めちゃくちゃトロトロです。コスパもいいし。両配置。どうしてみんなよ。大丈夫です、みんな。いいんだろ。ああ、まあ大事すぎちゃって。大丈夫やつ。ねえ、リオってあれ女の子なの？あれ男だよね。あ、男言ってますけど。あれどっちなの？俺ちょっと分かんないんだけど、性別が。そうなんですよね。え、誰も知らないの？会ったことないとか。あ、会ったことないか、そりゃ。いや、喋ったことありますよ。あ、うん、自分も会ったことって話したことあるんですけど、どっちかよくわかんないですよね。そうなんですね。男のことは聞いてるんですけど。男の娘か。あ、なるほど。あ、そうっすね。どういうジャンルですか。あ、でもなんか私とかさ、リュウ君は女の子でしょう。あ、そうなんですかね、やっぱり。あ、私とか女の子らしいですよ。らしいとか噂みたいな感じ。本当にそうなのに噂みたいな感じになってる。まあでもまあ、うん、そうかな、なのかな。え、お、すごい戦車の上で死んだら変なことになった。もう負けてるね。危ないですね。やばいね。俺のせいで負けてる。ダメっすね。先輩や。あ、バーラに、あ、死んだ。バリスティックベストレディ。ちょっとヘルプ。ヘルプヘルプ。ヘルプヘルプ。ね、ああ、うん。やだ。ちょっと悲しい。敵のサットコムを発見。気がするんだけど。あいて。あれがめんどくさいな、なんだっけ。あのチェーンソー。チェーンソーめんどくさいね。そうですね。やらしい。サポートスクワッド派遣可能。正面からだけ打ったけ。おー、マジか。見てるね。タイミングも境。上にあんのこれ。あ、やべえ、ラスデスだ。ごめん、ラスデスだ。いた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 。あ、死にまくった。エイムがだいぶ暴れてる。迷ってるね、なんか。迷いがあるエイムだよね。やだって感じ。K7 か、久々に使ってみようかな。あ、でもな、K7 はやめとこう。レミントンいいですよね。ですよね。強いっすよね。キョーって。怒んないで。U字カーの後寝たの、ちゃんと。寝て起きて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 
寝て起きて寝て起きてエッチして飯食ってまた起きてエッチしてみたいな感じでしょ。自堕落な生活ですね。もう本当だね、自堕落な生活だよそれだ。あんまエッチばっかりしてるとすぐハゲちゃうよ、若くしてっていうけど実際どうなのか分かんないけどね。なんか出しすぎるとなんか若くしてハゲるらしいけど。怖いですね。ねえ怖いですよね。俺もちょっとだからなるべく抑えようかなと思って。危険危険ですよね。チームデスマッチ。どうありやん。どうありやん。勝ちたいんで真面目に戦いましょう。おーい。また薬決めてるから。強めの薬だよね、だいぶ。もしかして、やっぱ。もしかして、花子さんが薬作ってんの？なんか汚そうな薬やですね。鼻くそを練り込んだ。やだ汚い、やだ、そうしよう。自覚ですね。あー、おんちゃん。あー。何がいいでしょう。あー、ちゃう。あー、まだまだだ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 だ。久保田さん、なんできる。ナイス。上にいますね。屋上っていうかね、なんかもうワンちゃんも出てますね。倒した。ワンちゃん、やりましたね。そこいるよ、ユージくん。ナイス。言わなくてもよかったか、ユージくん。別に。あの人が回線やばい。弾があったな。別にユージくんには言わなくてもいいか、そこいるとか。あ、赤立3回います。おいよ。あ、いるね。めっちゃ撃っていってるね。怖い怖い怖い。やったいっぱいや。やった。それはよくわからない。ね、わかんないね。あれ、弾がない。やばい。自立でしょ、多分。弾がない。2発か、そっか。あ。2発かしてるか。じゃないですか。俺の金玉だけど。俺の金玉貸してあげようか。2発。もう直で言いましたね。ちょっと柔らかいけど。なんか当たってもなんか当たってもなんかピチャッとか言って、あ、ごめん、今あれ来ちゃった。ちょっと待ってね。彼女ですか？彼女じゃないよ。お店の人です。たまなくなった。うわ、ないんだよ。アップリンク確率、友軍チョッパーが接近中。待って待って、弾がない。なんかもうファイン出したからイモロ。弾がないです。ヘリパー出るまでちょっと我慢しよう。あ、ハイが壊れた。あった。弾ないんやって俺。どうしてくれんの？ついにね。ついにね。出てかいばんちゃん。友軍のサットコムが起動。あれ、こすれた。Mに拾ってやるぜ。1キル。え、あと1キルでヘリパ出るんですか？そうっすね。あ、すげえ。なんか上に犬が引っ張られる。9キルでヘリパ出る。友軍のヘリパイロットが行動中。待ってよ。てか、どうした方がいいんかね。ごめん、なんかめっちゃやられてたな。あ、でもなんか敵抜けてんじゃん。あ、ヘリパ出たら抜けましたね。頑張って粘ったんで。ありがとうね、頑張ってくれて。あ、なんかマニアック落ちてる、拾おう。わーい。え、取らせてくんないの？なんか中央にマニアック落ちてるけど。
こんなことってあり？あのマニアックです。そこ見てるよ、誰か。なんか上見てる。うん、マニアック。あ、それ倒した。ナイス。さすがに取らせてよ。いいじゃん、ちょっとぐらいさ。敵がおらん。あ、あ、終わったー。任務完了だ。よくやったぞ。任務完了っすね。オッケー、切り替えに打った。うん。後ろ向かれちゃう。後ろ向かれ、やだーって、やだーって。みんな全然死んでねえじゃん。なんか俺放置してる間にだいぶ殺されてたんだけど、知らない間に。マジっすか。うんうん。なんかあのチェーンソー持ったギリスーツに。ムカつくわあいつ。抜けたでしょ、しかも。抜けてないか、こいつか。あず、あずれ。この人日本人じゃないの確か。あ、違うけど、なんか、キャラが、日本のアニメ。ね、俺もわかんない、このアニメは。なんかこのむさ苦しいパーティーに女性欲しいね、一人ね。この男だらけのむさ苦しいパーティーに。ヨルダン欲しい。一輪の花が欲しい。ヨルダン今やってるんですか。ヨルダン最近 BO3 行ったんだな。あ、なるほど。そう、ヨルダンさん。テスト終わって多分チームデスマッチ BO3 来たと思う。え、なんで花草さん向こうなの。あ、人数的に。あ、そっか、あれっすね、パーティー組んでないんで。花草さんボコボコにしてあげましょう。かわいそう。じー。一人また言ってるやついるけど。気持ちいいとか言って。やばいやばい。怖い怖い。リードを奪った。絶対勝てやんねえけどもこれ。てか敵初期リスから動かねえじゃん。多分。動かないですね。こっちが誰も来てないから多分。うん、花草さん、花草さんやったわ。おっかかりやったじゃない。しかも一発も当たんなかった。え？なんか花草さん固まってるよ。フリーズしてた今。うん。だから倒した。つら。かわいそうだから。あ、そう固まっ。タイムアウトしちゃったね、花草さん。あら。クルナクさん。え、待って、リオ入ってきたよ、リオ。リオ入ってきた、リオ入ってきた。瞬間味方な、普通的でしょ。ね、ちょっとリオ呼ぶ。あえて男の子、男の娘ね、男の娘なのってちゃんと聞いてみれば。え、でもあれだよ、リオ多分相当俺のこと嫌ってるから絶対入ってこない。大丈夫大丈夫。うん、俺めっちゃ暴言吐きまくったもん。かわいそうね。うん、まるまる歳で処女はやばいよなみたいなことブツブツ超言いまくったからね。絶対入ってこない。むしろリオくんのことは俺女として見てなかったね、正直。いや、あの人女なの。だからそれが謎なんだけどね。声が違うと思う。だって声がさ、俺のね、女声の時のそっくりじゃん。ああ、なるほど、女声で喋ったんですね。俺が見た時は。ああ、あの動画かな。多分そうだと思います。そう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 。って言われたんですよね。あれ、俺何リオ入ってきてんじゃねえよ。リオ入ってきてんじゃねえ。撃つぞ、ここにやろ。おめえ何入ってきてんの、ここにやろ。何入ってきてんの。お、リオめっちゃ撃ってくんだけど。こんなって、そう、こんなって。言葉のあやだよ。殺されたんだよ。殺されたんだけど、誰かに。まず聞こえてらんじゃないですか。聞こえてらん。私は女よっつって。私は女だからねっつって。適当なこと言わないでよって。男の娘じゃないんだからっつって。気持ち悪いよ。気持ち悪いよ。
はーい。あー、コードアビスや。コードアビス嫌だよね。この前コードアビスに下打ちされたんですよね。あ、ほんと？なんかわからんけど。あれ、ハンツプロさん、大丈夫ですか？もっとないですか？コードアビスボコボコにするとすぐ抜けるよ。いや、これベイプルなんこれ、キモ形。コードアビス、これでもかっていうぐらいね、途中抜けするから。今まで何回見てきただろう、あいつが途中抜けしたの。だから多分キルレ 1.9 とか2近くあると思うよ。今ってましたね。ああ、いたね。いますね。見て見て。見て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 。これ何使ったの？これ何？これ、うわぁ、黄色！サプレッサー！うわぁ、やばい！嫌だー！かっこいい！嫌だ、そんなの！撃ってきたんだけど。逃げる。また祈るんだろうな、どっかで。怖い怖い。あ、今ってますね。今ってる？死体撃っちゃっていいんじゃない？あ、待てられちゃったじゃん。大丈夫？死体撃たれてない？大丈夫？死体撃たれてるかもしれないです。あー、それはもうやっとくしかないよ。あ、味方に殺されてますね。うん。リオいらないんだけど。自分このとこにおる。なんかあれみたいにさ、なんかバンっていうか、そういうのできればいいの、ロビーから。ちょっと誰か、見て見て、ここで床をなしてるぞこいつ、リオ。リオ床をなしてるぞ今。可動なかな。撃たれてる、撃たれてる、誰か撃たれてる。どっか撃ってるの。え、見えない、どこ。あ、いた。アズレカイト。ユージ君どうしたの？遠く見つめちゃって。大丈夫？ユージ君大丈夫？なんかフリーズしてるけど。鼻くそ。まあそりゃ、縁の方についたら気になるよね。取っていいよ。普通にゆっくり。うん、このさ、ナイトオールってめちゃくちゃ硬くない？あんま見ないんで誰も壊そうと思わないっていう。確かあれ敵の位置分かりますよね。そう近くにいる敵の位置が分かる。あ、やばい、これはやばい。だから妹ってる人にとっちゃいいんじゃないかな。エレベーター上のあの、エスカレーター上の小部屋で妹ってますわ、コードアビス。マジっすか、有名なスポットじゃないですか。やばいわ。あれ消えたかな。いないよ。気をつけて、近くで絶対見てるかもしれない。いるじゃん。あ、いた。どこ倒した。あ、味方が倒しました。ユージ、やばいわ。好きだね、コーダービス、そういうところ。83か。ハゲさせたいけど難しいんだよな、あいつハゲさせるの。イモってるから。
そもそもこのフィールズで相手2人持ってるから何もねえ進まない。あーまたいるまたいる、なんか撃ってる、どっかで。あいた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 、スナイパー持ってこなかった。どうしたのゆうじくん、また鼻くそ。ゆうじくん鼻くそ出すぎじゃない、ちょっとほじってばっかじゃん、さっきからほじってはともり、ほじってはともりしてんだもんだってあ、リオくんやられてんじゃん、ダッサワロー。え、嘘、負けてんじゃん、やばいやばい。2人入ってきましたよ。あー、でかい声だ。やらかしたな。どうした、押されてるぞ。押されてるね、やばいね。だって見えないもん姿が、全く。どこにいんの。鼻でリロードできたやろ。え、嘘、そこで終わった。あ、待って、ちょ待って、え、うわ、プロさんのパーティーに招待された、どうしよう。え、マジジャズクラに入るチャンスかな。チャンスかもしれない。ゆうじくん、ジャズくらい一緒入る。任務失敗だ、繰り返すな。行ってきますね、ジャズくらい。じゃあ鼻くその代わりにもう一人こんか ね、 ね、誰入ってくるの。トラさん、また名前汚い人。名前汚くはないですね。大丈夫ですか。キリやん。なんなのこいつ、リオ入ってくんなよ。ユージ君となんか顔文字似てるけど、何接点でもあんの。どっちが真似したのこれ、ユージ君。大丈夫、薬決めてるけど。お、なんか顔文字変わったよ。何このリオ、1になってるけど。またここ、またイモリやん、あいつ。やだ俺ここ。てかまたリオこっちじゃん、いらねえ。やだ、あそこやだ。ソラ君呼べば？あ、でも違うことやってんのかな。いや、招待来たけど、先行。ソラ君入れてもいいんじゃない？いや、俺は別にどっちでもいいけど。寝起きないですか？ん？はーい。そうそうそう。もう招待しまくるしかないね。
レイ君がプロさんのとこ行ってるやん。さっき行きました。ジャズクラに入るチャンスやでもパーティーがあれ公開やけ、多分誰とやりよったか見られてから、なんであのやつだとやりよったあゲームすぎてね。天才っすね。大丈夫？本当に薬決めてんの？もしかして。チームデスマッチ。寝る時間がたったり。なんか余韻があるんだもんだって。みたいな。行くぞ、ゴースト分隊。いやだ。そんなのやだ、怖い。うん、角で待ってるね。あー、なんで？え？電クロ、電クロ、これ使うしかないね、後で。なんで？なんか一人加わってる？パーティーっすか？いや、なんか声がもう一つあるような気がする。あ、私ですよ。私？お父さん、お父さんです。ウドロさん、誰か女の子入れたの？女の子かな、どうだろう。ねえ、リョウ君入れなかったの？リョウ君、リョウさん入れます？リョウ君入れてもいいけど、多分うるさいと思うよ。なんで？あそこ、あそこ、本の上。了解了解、はーい、うんっつって。やめなさい。やだ。結構似てる。そう、リョウくん。リョウくんソプラの声だから。ボカロとかが得意って自分で言ってたからね。どうなのかなっていうとこあったけど。だって見せてっていうとかないかね。リオくんチッパイ見せてって言おうかな。今、うん、超ちっちゃそう。だいぶ力入ってますね。やめた方がいいかな。それ以上あれするとなんかもう本当にね、やばそうだよね。うん、たださえなんかそういうキャラだっていうのにさ、変態キャラで通ってるの、これ以上はちょっとまずいっすから。変態やん。変態やけどな。男はみんな変態だけどな。あんなにいたらね。遠い目みたいな。ただ、あ、AKか。なんか大丈夫か。どこや、貫通か。バリスティックベスト展開準備完了。静か。これは予約のところに乱入しないかんな。敵が目の前で湧いた。一緒に自殺入る？どうすか？俺も入ろうかな。喋ったらバレますけどね、多分。ねえ、多分俺あれでしょ、相当嫌われてない？ない人みたいに思わしちゃったら大丈夫かな。でもマイク買った時がやばい。リオくんの真似していこうかな。そしたら、そしたら受け入れてくれるんじゃない？あ、うるさいキャラで言う、わざと言って、うん、なんか
私うるさいから喋らないんです。あー、小声でね、小声でちょっと私うるさいから喋れないんですっつって、そしたら、ないんです。そしたらプロさんがいいよいいよ、へへへみたいなやばいよ、似てる。僕が抱いてあげるからさ、怖い怖い、やだやだーって。怖いよ、そんないつもチンチン握ってるような手で触んないでっつって、油切った手チンチンとコントローラーいつも握り合ってるからね。ウルトラサンデー、やばいやばい、チンチン握ってゲームしてるからあの人。そう、前進するときは自分のチンコ前に倒して、バックするときは後ろに前。レガンのや連動してるんですね。そうなんですよ、チンコ連動みたいな。やだやだ、そんなの汚い。サットコムとかいらねえ。ユーのサットコムが起動。オラクルオフライン。え、嘘、後ろにいた。ベンにやられた、ベンに。俺もプラソンのところ入らなきゃ。俺もプラソンのところ入らなきゃ。まだあそこって残ってる人いんの？メンバー。いるかいっぱい。27人もいんの。めっちゃ来た。そう、そんなにいっぱいいんだ。よくやったぞゴースト、見事だ。一緒にやらないと減らせない。あぜんみたいな。アーンさんとまだフレンドやったわ。え、アーンさんまだやってんの？アーンさんまだやってんの。でも白黒さんにパアカウントあげたんやったっけ。確かあげてなさそうじゃないですか。まだフレンドだし、あげとるよ。どこでしょ、それこれ。白黒さんからフレンド依頼来てるけど、してないんだけど、まあ、無視して、でも自己紹介書いてないよ。あ、やだ、キル敵が怖い。 2.4 もあるキルレが怖いよ。チェバビーさんのもうそろそろ戻ってくるんか。でも俺フレンド来てもうたな、もう最悪やな。フレンド切るけんやろ。まあ多分俺嫌われてるけん、まあいいけど。チームデスマッチ。みんなプロさんに嫌われてんじゃん。みんながプロさんを嫌ってるように、みんなも嫌われてる。正直あっちが嫌う意味がわからない。こっちからしたらね。確かにね。まあ、そうなったらみんなで、みんな一緒にリセットするっていうのが。でもみんな高いかな。じゃあいい。いやー、わからん。このノリ。うん。もっとキルレを7まで上げよう。キルレさんとかはまあ正直言って簡単やけど、5からはもうほんときつくなるっていう。それ以外キルレ5なんて人いるんだ。キルレ 8まで行ったらもう
いけるなと思って。1SS しただけで、もうすぐ振り入れたから。1SS しただけで確か。なんだあの人。でも、シグハさん強くない？知ってる？シグハさんって。あっち行くに、たまに、うん、いる。ああ。どうも、シグハです。シグハさん強い。シグハさんね。うん。シグハさんが男なのか女なのかよくわかんないけど。あー。何？どうして？どうしようかな。なんかシグハさん一見見女っぽいけどね。してないかな。リオと仲良かったけど。敵が侵入するんだけど。ねえ、キルできない。ねえ、アシスト。私にもキルちょうだい。ゴーストで、うまいと思う。ちょっともう、うまいと思わんの。このレオさんがわかんないっていう。ツイッターでよく見ますね。あの人しかうまくないと思うね。サポートスクワッド、派遣可能。おい、ここにブタラさんおるぞ。ん？やだ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 。まあね、そんなゴーストをやるより実況者を。サポートスクワッドが死亡した。怖い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 。シンハさんは男の子ですよ。我々が優勢だ。なんで全部知ってんの、エイナさんは。シグハさん、男の子らしいよ。男の娘、嘘。男の子らしい。オラクル準備完了。やばいやばい。何でやばい。まあ、動き的に。やべ、キルレ2のやつ、ショットガン持ち始めた。アイディー。うわ、後ろから湧いてんな。おっと、また今ポジについたぞ。気持ち悪いな。今ポジだね、ほんとに。シグハさん、フレンドで何回か一緒にやりました。あ、ほんとっすか。もうなんて言ってるかわかんない、コメント読み上げが。展開終了。早いからね。誰もそんな早くしてるんだ。なんかこの前遅いって言われたから早くして。リスナーさん、早すぎて何言ってるか。そう、リスナーさんから遅いって言われた。遅いって言われたら早いって言って。多分その遅いとかじゃなく、多分コメントが届くのが遅いんだよね。そうかな。読み上げみたいな。ラスキル欲しいね。わっ、ラスキルは俺も。あーやー、任務完了だ。任務完了です。あー、めっちゃ死んだ。じゃあそのところ、どこかだけ押しに行くか。うん、そらさん、猫のレオさん知っとるやろ。どの ID かわからん。ゼッツくんでしょ。多分 ID 見たらわかる。あの、リリークランの。ゼッツくんでしょ。うん。あとリリークラン、あと3番の人がうまい。キャンさんがうまいよね。キャンさんは、キャンさん誰かわからんけど。わかんないか。なんバーリー組みましょうよ、バーリー。でもっていうか、リリークランは全体的に強いよね。うん。ええー。
うまくない人もいいような気がする。何うわぁ、いやいや、うまいうまい、みんなうまいよ。すげえ。パティは、ソラ君がパティなんか知らねえ。ソラ君向こう行っちゃったね。そんないっすよ。ジェイコブさんが00だよね、確か。ジェイコブさんはうまく。ジェイコブさん？ジェイコブさんね。ジェイコブさん。うん。ジェイコブさんって言ったら、オッケーです。インコグさんみたいな感じで、インコグみたいな。チームでマッチ。あれ、味方さんにしかおらん。もう俺これ以上敵を増やしたくないんだけど、もうやめとくわ、この辺で。諸君です。行くぞ、ゴースト分隊。でも、うまくない人にはうまくないって言った方がいい。はい、すいません、僕のゲース、ピッピさん危険ですとか言って、嘘つかれたわ、びっくりした。そうですか、くれ、なかなかなんかイモリおるな、すぐうえわー、中で3人ぐらいいます。 IUG ん？ IUG って言われてるよ、言われてるよ。あーやだーもうやだーもう、敵救援物資接近、合計で負けてるね、負けてますね。うん、黒猫さんそこいいんじゃない、敵もう一人いたような気がしたけど、もう一人気づかないでそのまま走ってきました。あ、ほんと、で、あとバーナカの芋にやられました。救援物資上乗っかっちゃったみたいで取れないよ、敵さんが。おおっか、おっと、バー中に2人持ってる、マジっすか、了解。はいはい、あれ、あ、バー中に2人だから、いや、俺持ってない、マツさん、持ってないんすよ、持ってないよ、リードを奪った、持ってない持ってない、ないよ。なんで反射？はい、ブリトルスーン。はい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 、リスです。あ、意味だる。はい。うえ、逃げすかー。うえ、逃げる。逃げる。逃げるなー。うえ。へへへ。スタートコム、アップリンク確率。え、で、リクランでうまいって思った人、3番。うえ。うえ。なんか思ったことない。嘘。時間の良さは何？ああ。何？何番？分からん。はい。絶つくんでしょ？すごい、あの人はうまい。どうして悪くなってきた？どうぞー。はい、ちょっとが痛いでーす。うぃー、なんで負けるねん。どうぞー。え、なんかエイムがクソなの？はい、クソエイムでーす。いや、夜中の外人と戦ってみんな本当に強いから。夜中の外人。はい。2時3時枠のね、外人パーティーはガチで強い。サポートスクワッドがします。ラグクテですか？ん？ラグクテ。はい。はい。うまい。はい。はい、もうすみよ。やばいやばい。ピンチや。いろいろピンチや。何が？疲れそうなんやけどだ。オラクル出すよ。どうぞ。わからん。でもバー中の芋狩りに行ってるんだから。ちゃめちゃやめよ。パーティーで俺らとやりよったけやない。名前的に難しいやん。バカにしとるみたいな感じで言われるんじゃない。鼻くそプロ。おお、やっちゃった。なんでそんなとこに湧くの、ブータロさん倒して。なんか、湧きがおかしかった今。壁を、
壁一枚越えたところで復活しないで。あれみたいだったね。なんだっけ。俺が戦術マーカーを置いたみたいな感じになったけど。なんかかな。戦術マーカー持ってないです。持ってないっていうかあれは。このゲームはないか。なんかわからんけど。ああ、やられちゃった。あ、もう脇が悪いってまさか。ブータロさんのいいとこですね。あー、はい、負けちゃうね。そして勝っていく。オラクル展開終了。勝って倒して勝って倒して。勝って倒して勝って倒し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 て。引っかかっと。おお。M27。あ、なんでバッキリ言ってねえ。どうだどうだどうだ。やだー。ナイスだよ。で、うん、そろそろ。はい、ショットガンでーす。めっちゃ死なせんしたい。なんで？エイムが悪いし。リードを奪った。あれ。U 軍のサットコムが起動。おへん。おへん。お、同点ですね。いいっすね。あー、わかった。なんで今ワンカーいるぞ。おー、マジか。リードを失った。うわー、いるんじゃないですか、そこね。俺とクルノクさんのせいで負けてますね。そう、トラさんのせいで負けそうだわ。あやば、ショットが。味方もっと頑張れよ。味方負けてるよ、こっちが。やばいっすね。足り倒したけどは。あー、ショットガン。そういったな。仲間？仲間？もうちょい頑張れよ。ナイス。もうちょいっすね。仲間？ジャンプしー。俺一人で全員相手しても勝っとるよ今。なんてこと？なんで今反射だったの？はーい。ショットガン。ちょっとはーい。あ、あと2点だね。あと何点？あと2点。誰かやってくれ。やだー。嘘、マジか。あと1点。誰か取ってくれ。誰でもいいよ。やだのナイスです。立ち悪いわ。立ち悪い。キリですね。タイミング。ここで、これがあったから。いやー、かっこいい。いや、かっこいい。ラクルナイス。かっこいいよ。でもニュース。ニリギアね、危なかった。赤点やけど。赤点やけど。それは気にしないで。俺も赤点すぎる。赤点や。俺も赤点や。赤点や。あれは3できるし。パーティーじゃあその辺やるか。すなせやんな、みんな。抜けちゃいましたね。抜けちゃいましたね。どうしよっか。え、でも待って、強そうなの入ってきたよ。二人抜けてから強そうなの入ってきていっぱい。待って、強い。え、待って、3.5 とかばっかり。いや、え、待って、やばい、敵やばい、めっちゃ強そう。これフルパですかね。多分フルパだと思う。行きましょうか。うん、どうしようか。これでも入れないよ、多分今メンバーがぎっちりで。ああ、満杯に近い。うん、4人がランクマで1人がなんかランクマ直前みたいなのパーティーだね。いや、これはやばいっすよ、黒猫さん。俺ね、2人でイチャつきましょうか。じゃあ2人でイチャつきましょう。え、待って、違う、5人いんのこれ。あ、
6パカこれ。いやだ怖い。悪魔ストリートとか名前も怖いもんだってね、すごいやだ、中二臭い名前ばっかり。嫁がピンチや。アローグリーンとか。え、喋るよん、ウエア君。一人倒した。嫁の話になったっていうことやけ、多分もうバレバレ、多分気づき始めてるよ。早いなぁ、気づかれるの。ボロ出した。うわぁ、めっちゃ早くなかった。オフラインでやるなよっていうね。じゃあもう友人始めるよ。一人カットよ、行きましょう、前に。一人カットよ。ライフ早いね。そう、早い。やっぱり回線向こうなんじゃない。やばいっす、うん、やばいっすね。1秒ぐらいラグあります。嘘やん。でもうわ、ほんとだ。これ多分、うん、そうだね。異常に早いで、敵。エイムが。とりあえず、英国から追いこうか。その距離は無理だな。あ、舐めてますよ。じゃあ、上がったよ。ちゃんと行くよ。ちゃんとした曲もダメよ。嘘、無理だ。これアローグリーンが81だよ、やばい。グリーングリーン、もうグリーングリーンって感じ。グリーングリーン、リロードができない。遅すぎて。うわ、やばいやばい、そこ飛ばしたくない。黒猫さん27や、やばい。やばいっすね。ハゲてんね、怖い怖い。オッケーオッケー。待って、いや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 、敵ヌメヌメ動きすぎでしょ。ヌメ、一回ターン。めっちゃ、めっちゃ始めてんのに負けるとか、やば。こういう時にアンノーンエルコさん来てほしいわ。なんでエルコさんめっちゃ強いからな。エルコさんいますね。え、アンノーンエルコさん上手くない普通に。わかんないです、会ったことないです。あ、本当にめちゃくちゃ強いよ、はい、マジっすか。うん、超強い、うまいうまい。なんだってこれラストにしますね。あそこまでジャンプの飛距離ある人見たことないもん。マウスだから結構ジャンプ力高いっすね。え、あの人ってマウスなの。はい。え、ちょっと今残念だった、今一瞬聞いて。マジか、俺ずっとコントローラーだと思ってたんだけど。コントローラーであの距離はないっすよ。ね、確かにちょっと異常に飛んでるなと思ったもん、横に。横飛びの飛距離半端ないからね。あの人ないと無理よ、めっちゃ難しいよ。マウサなんだ、マジか、残念。なんかすげえコントローラーだって信じてたんだけど、ちょっと悲しい。横はほんまなんか手が器用じゃないとできん。あれはでもジェイコブさんとかうまいよね。どうだろう、画面横にするんでしたっけ。イチャンさんとかうまいね。うまいよね、ビゾンはほんと飛びやすいからね。いや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 、これはまずいね。黒中さんこれやばいね。やばいっすね、負け試合だこれは。しょうがない、実質したら敵いるんですけど、ね、うん、確かに、はい、このアローグリーンがほんとに強い。多少多い。しかも回線持っとる上に、なんか持っとるんじゃない。この前フレンドになったあのジャンプで来てた作戦失敗だ、二度と繰り返すな。なんかあのパーティー組んだら、あー、ジェイ、ジェイに、なんかしかもなんかベラベラ喋ってるし、ムカつく敵。あー、弱い弱いみたいな。それ違う、あんまりうまいと思う。
当にうまいと思うよ。クソさんなんか動画に出とったけど。あ、じゃあ時間なんで落ちますね。はい、了解っす。お疲れ様っす。とうとう一人取り残されてしまった俺。どうしようかな。二人の試合を観戦しに行こうかな。見に行くね、二人の試合。ありましたよ。うん。え、終わっちゃった？もう一試合やろうじゃん。もう一回だけ。うん。もう一回だけ。どっち勝ったんですか？私が勝ってましたよ。あ、本当？じゃあちょっともう一回見せてもらっていいですかね？ちょっとマッチ開始ができないかな。今日プレイヤーたちの鍵かかってるかな。鍵かかってる。どうしよう。入れないんだけど。鍵あれ始まった。急に。入りやんないけど。ほんとなんかフリーズしちゃったのかなこれ。大丈夫か。え、なにこれ。フリーズしたっぽいっすか。はい、入れなかった。もう一回入ってみようか。多分入る。あ、入れた。さあ観戦しましょうか、とりあえずね。あ、俺超下手なもん。あ、私も超下手なんで。え、何言ってんすか。はい、そうやろ。何言ってんすか。あ、何やろ。下手じゃないかなぁ。うわぁ、うわぁ、あいたぁ、何のスチな。ワンスター、ジャンプ、ジャンプほんま嫌いかも。ういちょいちょい。あんなこと絡んだ。なんか試合がぐだってますね。そら、そらくんかユージくんどっち見ればいいの。あらな。なんだったらのや。ういやりにくい。いや、入りにくい。ほんとちょっとしか。間に覗き込まないんだね。早打ちです。そらくんすごいな、なんかカタカタやってるけど。カタカタ、うん、あーミスった。リロードしようとしてもしないみたいな。ゆうじくん止まってるけど。ゆうじくん、ゆうじくん今鼻くそほじってるからちょっと待ってあげて。あ、撮るみたい、今から。あ、なるほど。撮れた？撮れた。大物？あ、だいぶでかいね。あ、ほんと。あ、あら、俺やられた？いや、やられてないよ。友人？いや、友人がどこにおるかわからんもんな。おたぶり王だね。あ、あの、これ上だったか。ゆっくりリロードするんだね、だいぶ。なんか、意外と。ああ。ああ、見つめてますね、ユージくんね。めっちゃ似合う。パパうまいね。ああ。リズムで勇気。当たってない今の。あら。はい。自分嫌い、ジャンプも嫌い、もう全部嫌いやんか。
フリーフォール。行くぞ、ゴースト部隊。セロさん何でもできるんですか。このままでは負けてしまう。セロさんが投入してくれ。ナイファーじゃないなんか。いるせる。やれちゃった。いやだってここで銃使ったらほらあれじゃん。なんか変な人じゃん。スナイパーないんすか。スナイパー持ってきてないんだ。入ってくるのもダメ。こういう感じでいいっすよ。じゃあ、地下でね、じゃあ、ゆうじくんの拾わないか。どこだ？で？みんな消えたよ。どこ？おっと、投げない方投げない。いや、あれは当たったけど。ごめんごめん、ゆうじくん。コーヒー豆にやられた。コーヒー豆？俺コーヒー豆のキャラだった？当たった。あ、コーヒー豆みたいなキャラだね、なんか。コーヒー豆みたいな顔してる。ねえ。お、ちょっと。うわ。ソラくん勝ったじゃん。これ本当に試合してんの？ちゃんと。なんか軽くやってね。大丈夫ですか。あ、 UG が多分飛び出してないんで。なあ、なんだ、せっかく取ってたのに。UG ガチだよ。 UG ガチだよ。鈴木さんの回数がいいよ。二人ともガチらないと面白くないでしょ。回線合わんのんだよね、ほんと。あ、俺スナイパー持ってきてたね。小声で。はい、うん。あ、あったみたいな。あ、あった。じゃあプルトラさんの回線にやりますか。嫌です。嫌です。余計。嫌です。怖いよ。プルトラさん。ともひとくんは。あ、チート回線じゃないから。ともひとくんは。え、ともひとくん知ってる？知ってますよ。この子。ちょっとめんどくさいよね。うん、俺はちょっと正直めんどくさいなと思った。私は普通に嫌いする。誰が今、誰が言った？ソーダくん。はい。あ、嫌いなんだ。嫌いしない。もうトモヒトさんがちょっとやりよったけ、俺も変に聞いた。どうしよっか。点差はどうすんの、これどうすればいいの。そのままやっちゃいます。チデスですね。チデスでやる。チデスどんだけ点差。もういっか、リフォールでやろうか。自動ローテーション1ポイント無制限で。アーハンさんからなんかパティショータイキパティショータイキ。誰から来てる？なんかアーハンさん。え、嘘。ちょっと行ってみようかな。行ってみよう。行ってみる行ってみる。そしたら俺とユージ君しか取り残されないじゃん。皆さんと戦ってよ。やだ。いやだとか言って。やだもう。怖い。なんか薬決めてんだもん、この子。やだ。フリーフォール。帰れんかったし。帰れんかった？なんか満帆な時に誘われた。多分誘った瞬間いっぱいに感じ。行くぞ、ゴースト分隊。マッサージするんじゃない？いや、チーデスだ。うそん。え、ライバー？え、なに？やばいやばい。怖い怖い、なんかめっちゃ笑っとるやん。怖いわマジで。どこ？どこでしょうか。どこでしょうか。赤点つけてんじゃん、しかも怖っ。怖い。待って、なって投げたナイフがどっか行っちゃった。あ、あ
いやだからハンドガン使ってるんだけど、いやだ怖いよ、いやいやだ、これは砂線か砂線だ、これは何笑ってんの、真面目にやってんですけど あ、やれた、はい、さすがだ、ゆうじくん、噂通りのことありますね。噂は聞いてますよ。スナイパーうまいよって。うわ、すげえ。いろんな方が言ってましたよ。いろんな方。うん。っていうのは冗談で一人だけだけど。誰ですか？エリナさん。エリナさんかな。うわ、ナイファー強すぎ。ナイファーね、強いですよね。近くに寄らないとでも。10点マッチ、そうですね、10点かな。怖い怖いよ、やだ、ハンドが打ってる、怖い、あはー、ダメです、あー、ちょっ、え、打っていいんだよ、打っていいんだよ、本当になんで止まってんの、怖い怖い、クロス角ドアクセント、クロス角波線、クロス角波線、波線ドドド四角ドド、何この人、ド八スボス筋筋コック、何この人、サミモイ、何だこの人、嵐ですね、いいよいいよいいよ、い一回殺してじゃん、うん、よし、あ、やべ、待って待って待って、やべえと、やだ怖い、ナイフはきついね、怖い、やりにくい、やりにくい、やりにくい、インカナイファーにやられて、ユージユージユージ、いいのか、インカそれの、いやだっつって、オラオラもう、えっ、ユージ普通にね、スナイパーうまい、うん、俺も聞いてる、そういう話を、うまいよって、うまいよ、やばい、結局クソゲームなんだけど、ナイフどこ行った、飛んでっちゃった、どっかに、やだ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 、怖い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 、もうやだなんかやばいな今日ゲームなんで焦ってんだよ、わからない、わぁ、スタロー P のタバコ休憩にチラ見しに引き立つアクセント P、 あ、マメちゃんよー、やだー、マメちゃん、ちマメさんの人だ、我々が優勢だ、やだタバコ休憩、あー、マメちゃんタバコ捨てたっけ、もういっか、マジか、何かこれもぐだる試合だねこれ、何これ、何か別、何かクソ意味です、マジか、負けちゃうね、タバコ吸ってる P のあら、あ、そうなんだ、タバコ吸ってる、まあね、昔、あ、何でもないっす昔、あ何でもないっす、はいゲホゲホやん、ね、ゆうじくん練習させて、俺にもスナイパーを私が教えましょう、待って、弾がない、弾がない、弾がないいいよ、殺して殺して殺せ待って、じゃあ俺もスナイパーでここに来てスナイパーで、あと4人で2人に追いつく、来週からライブ再開しよう今更すぎる、今更すぎる感じ、チャンネル登録しましょうか、チャンネル登録するって、そらくんがやばい、銃が落ちてない、銃が落ちてない、銃が落ちてない、ちょっとスナイパースナイパースナイパーね、ユージくんスナイパー貸してやだやだやだ落としてポロって、ええやだ怖いよ
待って、投げナイフもないし。いや、しますよじゃねえけど。オッケー。え？よし、仕事戻る。楽しんでね。うん、はい。ありがとうね、来てくれて。やばい。いやー。終わったって、こっから逆転あるんじゃないですか、先輩、ユージさん。これ負けますよ、俺が。多分。ユージ先輩、これ負けちゃいますよ。ユージ、うまいからな、スナイパー。いや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 。教えてほしいな。うまいったな。いやだこれ負けだな、多分これは負けだ。いやいや怖いいやだやだ、ガン見しちゃった最後は来る振り打ちでやらないと。天才に余裕があればやったけど絶対無理だよこれ。あ、一時でもやりますけどね。じゃあこれ、うん、あれしましょうか、ゆうじくん練習ということで真面目にお互いスナイパーでいきましょうか。15点マッチにしましょうか。じゃあゾロさんと戦ってみたいな。嫌です。なんでですか。断るなんでですか。いやですなんでですか。練習って、練習。うん、私でも練習しましょう。ゆうじくんの肩を借りて練習しますね。いや、私も練習したいな。いやだ。なんでこっからゆうじくん鼻くそほじってるからその間に倒せるかなっていうちょっとした考えでほじってる時間を利用してみたいな。うん、そらくんも鼻くそほじり始めたらいいのかな。あー、うん、あーって感じ。え、変なところからだな。うん、ちょっと待ってね。初見？あ、もつなべさん。誰この人？同じようなキャラじゃん。じゃ誰と？え？ピッピくんのトフガと。あ、私のトフ。ねえ、似てるよね。うん、わかりやんけど。これ指切り遅いけな、ほんと早くしたい。ね、ハンドガン上手い人ほんと上手いよね。うん。ブータラさんがどっか行く。待って、見てんの？怖い怖い。そらくんの視聴者様ですよ。マジか。待って待って待って、練習させて。怖いよ。待って、当たったらねえ。あはははは。本当ですか？そらくんの視聴者さんが来てくれて。あはは。どうしたき？あは、怖いよ。ゆうじくん怖い。やだ、面白い人やけんね、太郎さん。いやいや、面白くないで。いや、面白いっすよ。やだ、そんなこと言わないでくださいよ。いや、面白いっすよ。いやだえ、はい、勝ちました。失礼します。チャンネル登録と高評価しときしときって。あれ、私なんかプータラさんのチャンネル登録したんかな。やだ、消えたとか今一瞬。怖い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 、詰まった詰まった、やだやだ、怖い怖い。はい、これは砂線じゃないでーすあ、まあ練習だからね、練習だからね、うん、いい。真ん中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 に来ないと、うん、タイマンだから、うん、真ん中に行かないと。ああ、そうなんですか。へえー、そうなんだ。コートを自由に使っちゃまずいんですか。
切れる人はすごい切れる。本当に？へえ、俺だって初めて知った。そういう人に限って、うん。若干ウィモル。え、それはやだな。おお。怖い怖い、やだやだ。そういうところ行っても怒られますね。え、マジですか？どんだけ真ん中にいなきゃいけない。きっつ。タイマンだからもう本当裏取りはなしって感じ。ああ、なるほどなるほど、それは了解です。あ、いやいや、待って、なんかすごい、待って、すごいなんかラグくない？いや、待って待って、撃っちゃったじゃん、間違えて。場所バレっていうね。あ、いた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 。これこれ。ブタラさんは普通に上手くない？いやいやいや、で、違う違う。うわぁ、後ろー！うまい、今の。ユジやる！ユジくんうまい！うわぁ、ユジ！ユジうまい！うまい！うまい！やだ！教えてもらおう！教えてもらおう、スナイパー！力教えてもらおう、スナイパー！これ、これ腰ダメで当たるんじゃないか説あるよね。当たるよね。近ければなんとか、近ければ当たります。ねえ、なかなか難しい。近くても当たらないんですけど。ディディは甘えで。待って、ここで戦ってまずいです。はい、スクリつけてみます。はい、え、なに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 。甘えでもつける。あはぁ、うわぁ、やっぱやばいな、スティディ。チートやば。スティディ、まっすぐ飛びすぎるもんね。あ、危ない。おぉ、やばい、聞こえる。やばいな。え？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 待って待って待って。お互いえとか言って。怖い怖い。ソラ君、そろそろライブ制。だって。言われてるよ。怖い怖い。なんで当たんの？サポートスクワット。いや、怖いよ。あー、俺がライブせいって。昨日ロストしにやっとったんやけどね。我々が優勢だ。ちょっと面倒くさかったな。調子悪いと。じい。あお、今なってない。今ない。なんかやばくない今日俺。今日ユージくんやばいっすね。いや、俺いつものユージくん知らないからなんとも言えないんだけど、うまいっていう話をね、すごい聞いたんで。準備完了。2時間しか寝ないと。うん、もっと寝ればいい話やろ。目が痛い。もっと寝ればいい。無理っすわ。ダグいっすわ。だよね。めんどくさいアンダーバー。ゆうじくん練習しましょう、もっと。いいっすか、肩借りちゃって。嫌だ、え、嫌ならいいんだけど。あ、私が練習。あ、ダメダメ、そらくんはダメ。うん、ダメやって。鼻くそほじらないからダメ。鼻くそほじりますよ。ダメ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 。いや、英国でやるんで。じゃあ英国？全然英国当たらないんで、私スナイパー、スナイパーの英国。怖い怖いね、ユージくん怖いね。怖いっすね。怖いっすね。怖い怖い怖い。
そうだよ、ブルギャス上げれば。ああ、どっちでもいいけど。いや、もうちょいで落ちるかもしれない。あ、ほんと？ユージパイセンの肩を借りるということで。いや、私がやりますよ。ああ、それはダメですね。何ですか？何でですか？なんでですかって。ブルさんは捕まれて、やってないんすか？嫌われそうならブレンドじゃないやろ。うん、そう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 。手の調子が悪いな。感度下げるか。15。遅っ。俺スナイパー18やで。遅っ。嘘嘘。そんな変わらんわ。まずスナイパーを15でやらんわ。うわぁ、もう中回転した。死体がドラッグやらんけど、ドラッグやる人はね、ちょい感度いるけど。俺ドラッグやるんですけど、俺ドラッグやるんですけど。あ、そういうドラッグね。あそういうドラッグね。認めた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 。ユージがあそこからそう行くのもちょっと怒られます。まずいんすか。了解っす。怒られますね。了解っす。それもダラドルになるんで。へえ。何これ。あ、ユージが鼻くそほじり始めた。あ、ほじり始めました。なんと、ザタイミング、タイミング、マジっすか。うおー怖い怖い。ちょっと待って、いや出してもやりましょうよ。それはダメです。初めて喋る人やけテンション上がっとるかもしれん。俺あ、やべえ、やれちゃった。チャンネル登録。うわぁ、あんたで勝ったら、うわぁ、うわぁ、あ、止まっちゃった。じゃあ、バイオンしないからね。あ、うん、あははは。トータラさんのところで売名しないかな。ん？売名しないか。なんかいつものやつが当たらんのよね。多分調子悪いな。マジで。真面目に？マジ。展開準備完了。本当にでもいいな。もうマジっつったらマジで出てくるやんね。怖いよね、もう病気よ、もう。あ、やべ、若干それっぽいあれになっちゃった。ギャンミっぽかった今の。ギャンミっぽかったな今の。うん、ミギャン。ミャンミャンミャンミ。ギャミン、ギャミン、ビュー。調子悪いっすわ、マジで。マジっすか。マジっすね。ユージ君って何歳だっけ。 14? 3 あ、14なんだ。3 14か。え、なんで14か。ええ、誰か14って言いよるよ。近い近い。無理や。え、さあさあ
俺14位じゃないよ。いやーでもなんかチーデスで使えるかっていうとスナイパー難しいんですよね。難しいっすね。スナイパー同士ならなんかそういうのになりますけどね。まあスナイパーでも1になりますけどね。みんな AR とか SMG 握ってくるとやっぱりうまくいかないし。じゃあ私見ましょうかね。いやそれはダメだね。じゃあ1回だけ行きましょうか。やりましょうか、うん、私寝て横になってやるんで。あ、わかりました。いい、了解です。よし、座ろう。よいしょ。あ肩を借りますよ。いいっす。はい。あ、ちょっと重いかな。うん、重い。肩重いかな。フリーフォール。ウィガスで行かないと。行くぞ、ゴースト分隊。ウィガスで行くの？マジか、優しい。優しいしょ。ホモは優しい。優しい。あー、腰打ち当たんねーよ。彼女18でやるよ。15でやるよ。ウカさん当たんない。はい、やったです。うわやばい。ギョーヤトモヒトさんとしよんか。トモヒトさん、わっ、マジか。うまいっすね、やっぱりさすがに。うえっ、上泉。おいしょ、おいしょ。そらさん、俺できれば朝早くからするの。後ろ運が悪いで、悪くなるで。まだ角間がなんだけど。おぉ、ちょっと朝はないかな。何小声で言ってんの二人で。気持ち悪いな。何を言ってんの。悪いな。何を言ってんすか。あれ、どこ、え、なんでどっから出てくるの。だい、アッピーっていうなんかすごいやつがいるから、少な戦で負けそうになっただけで M2 な使い始めて。マジっすか。はい、まあもうフレンド切っとるけど、3年グロム角度曲がりにします。はい、3年前ぐらい。うん、アッピーよろしく。アッピー、ブータロさん知っとるかもしれない。チェズおったはずやる。誰だ、アッピーさん。初めて来ましたね、今。違いみたいね。へぇ、どこ、え、どこ、え、なんでそこだよ。ちょ、よくわかんないな。よくわかんないですか、すいません。ちょっと見せよくわかんないかな。はい、はい、すいませんでした。はい、強いんです。ふたろうさん、上手くなりそうだよ。いやいやいや、うん、普通にうまいと思いますよ。サポートスクワッド、派遣可能。エイムが下った。すごいおかしい。いやコーヒー豆。
頑張れ。コーヒー豆。コーヒー豆頭割られた今。焙煎されそう。やだ。ん？コーヒーを。やばい。今コーヒーを焙煎されそうだった。あ。あ。いやああとか言って。ああ。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 やだ。やだ。すっごい飛んだ今。すっごい飛んだ。ね、めっちゃ距離飛んだでしょ。わあ。じゃ。いやあ、急に飛ぶから来ないで。それはまずいか。そっからの顔面はきついっすよ。まずいっすか。すいません。でも一応クイック。はい。危ない。練習になりました。超練習になりました。お二方ありがとうございます。きちもちさんとかうまいっすよ。もう一回普通にやっていいですか。やだ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 。出ました出ましたそういうの。怖いよ。普通にやっていいですか？っていう怖い怖い。だからね。じゃあどうします？一回。チデスかな？チデス？チデスこのまま？チデス行きますか？チデス行きます？どうします？これ。はい。リュウ君今やるようなのリュウ君どこで行ってみっかも。誰かもう一回肩を貸してもらうかな。じゃあリュウ君何しゅっちゃらユウジ君鼻ほじってる。これ2525ってニコニコってこと。そうっすね。ああいいっすね。大好きすぎるやろ。じゃあユウジ君かソラ君かどっちかが自分だということで。どちらでも大丈夫ですよ。肩を貸してください。私が肩を貸してしまおう。マジでまた。あ次はちょっと次はちょっと。あー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 もう終わったなあれマジで。あーって感じ。いやー全員出た。あ全員入ってきちゃった。3人でやりましょうかじゃあ。え、どうなるのこれって。あ、でも3人で多分そうなのか。きつそうなんか。これ、すごいことなんないだって。おっと？ん？うわ、後ろやん。そんなところに待っちゃダメっすよ。本性。だって普通あそこ結構いない？みんな。あの、それは若干いますね。いますねって感じでしょ。いもっすね。ここでも結構待つのはちょっと嫌がられるやつ。嫌がれるやつね。嫌がられるやつですね。やつか。怖いっすね、それは。わお。ただただ嫌われるっていう。なるほど。あーやられちゃった。タタタタトントン。わやられちゃった。このままではまずいぞ。まずいって。なぁチラ見してんじゃねえ。うぇーういやーコーヒー豆ーやだやばい。ほんとそのパッチョ悪い。ダイ朝からだったらスナイパーすごい調子だよ。朝からやりたいんやけど
もうめっちゃチートみたいに当てる。多分チートよ。俺も今調子悪いよ。俺朝がいいんだけど手が痛く痛い痛い。手の調子が悪い。あ、ユージくん。ユージ。おっと、あの人が見せないか。おっと、あの人が見せないか、大丈夫か。いや、大丈夫大丈夫。おうます。うます。割り込んできてんじゃねえよ。割り込んできてんじゃねえよ。マジで、そっから。あ、そっか。ユージ放置すんな。いやー、なんでそんな。あー、うちに行った。やだ。ユージがまた鼻くそほじり始めた。マジっすか、またほじりますね。これ本物。あ、終わっちゃった。貫通反射。はい、意味わかりません。最後のキル意味わかりません。ということ で、 でこれ悪い方。いや、肩を貸していただき、ありがとうございました。えいえいえ、肩が重いけど、ちょっと肩が重いけど貸していくから。マジっすか。はい、リュウ君が何してるかちょっと言ってみよう。ちょっと待って、西西か。お、その選手と呼ぶのかな。